某の相模大野は、神奈川県相模原市南区相模大野にある、大型複合施設。小田急線相模大野駅北口の西側に立地し、相模大野駅西側地区第一所市街地、再開発事業によって建設された。建物は、北棟と南棟の二棟で構成され、北棟には大型商業施設と駐車場を棟、南棟には二棟のタワーマンションと、 商業施設が配置されている。当初の計画では、再開発事業の各店舗として、高島屋が出店を予定していたが、その後に出店計画を白して回し、現施設に計画変更された。2012年3月24日、一般公募した再開発事業のタウンネーミングが、母の相模大野に決定。同年5月には工事の進捗に合わせて、 地権者の水穂銀行と横浜銀行が施設内に移転をオープンした。2013年3月15日、商業施設部分がグランドをオープンした。同施設のショッピングセンターを運営する野村、不動産としては初となる自社開発の大型商業施設である。相模大野駅と施設間はペデストリアンデッキ、サンデッキで結ばれており、北東と南東の間を通る連絡通路には、 棒のウォークの愛称が付けられている。2013年度冬には施設来店者の歩行環境改善を目的に施設のビル風で歩行に影響を与えていた棒のウォークにガラス防風壁の設置が行われたほか雨対策として三列機に屋根が設置された。毎年クリスマスシーズンには施設周辺にクリスマスイルミネーションが施されるほか2016年までは一回 棒の広場に高さ約7メートルのシンボルツリーが設置されていた。ショッピングセンターとノースモールは北東に、サウスモールは南東に入居しており、合計3つの商業エリアで構成されている。詳しい店舗の詳細は公式サイト、フロアガイドを参照のこと。最寄りの高速道路インターチェンジは、東名高速道路横浜町田インターチェンジより約5キロメートル。 投資設には駐車場旨があり、722台の自動車が収容可能である。ありがとうございます。